アイストルプは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセ州のニーンブルク、ベーザー郡に属す、マチソンで、かつてのザムトゲマインでアイストルプの本部所在地であった。アイストルプ周辺地域は、古くから、入植地であった。紀元前750年頃と推定される遺跡からは、青銅製の送信具や、琥珀性の首飾りが出土している。 アイストルプの境界は1179年に初めて文献に記録されている。その周囲の存落としてのアイストルプについてはそれ以前の記録が残されている。アイストルプはかつてグラーフェンシャフト法野軍に属していたが1977年の地域再編によってニーインブルク軍に編入された。2006年に計画されたガンデスベルゲンの合併は実現しなかった。 アイストルプでは1920年頃に射撃クラブが作られた。1929年にデンハウゼンがアイストルプに合併した後、射撃クラブはアイストルプ射撃クラブとデンハウゼン射撃クラブとに分割された。デンハウゼン射撃クラブの音楽隊やチアリーダーは近隣の祭り、例えばハノーファーの射撃祭、オッテルンドルフのゲルマーネンフィュンフカンプ。 ブレーメンののみの詩、オルデンドルフの陶器詩などに参加してパフォーマンスを行っている。これによりアイストルプは近隣町村のみならずフェルデン、ハノーファー、ブレーメン、クックスハーフェン周辺でも音楽で知られることとなった。アイストルプ中央の小さな丘の上にマルガレーテという名のギャラリーを備えたオランダ風車が立っている。 この風車は1861年に建設されたものでモーター駆動式製粉機1機と風力駆動式製粉機2機を備えている。現在では粉引きは特別な機会にデモンストレーションとして行われるだけである。この風車はアイストループ風車友の会によって維持・管理されている。2003年からは アイストルプ戸籍役場の結婚室が、風車内に設けられた。アイストルプには、以下の食品会社がある。アイストルプは、ニーインブルク、ベーザーアート、フェルデントを結ぶ、連邦道、B215 号線に直接面している。この町には、鉄道派のオファーブレーメン線及び貨物、保存鉄道路線のアイストルプ法や、ブルーフハウゼンフィルゼンジーケ線の駅がある。 グラフシャフト法や交通会社の多くのバス路線が、近郊交通として利用できる。アイストルプには、大きな老人ホームがある。最寄りの病院は、フェルデンのアラーベーザー病院及びニーンブルク、ベーザーのミッテルベーザー病院である。ありがとうございます。